プロ野球の2023年シーズンが開幕して1ヶ月余り、コロナの影響で禁止されていた声出し応援が4年ぶりに解禁され、多くのファンが待ち望んでいた本来のプロ野球が戻ってきました。ただ一方で、各球団や選手から侮辱的な替え歌や誹謗中傷に対する注意喚起が相次いでいます。そんな中で再びある騒動を蒸し返されてしまったのが読売ジャイアンツの坂本勇人選手です。前年の秋、女性問題で世間を騒がせてしまった坂本選手。そんな中で2023年は開幕から絶不調に陥り、スタメン落ちをすることもしばしば。それでも4月後半から徐々に調子を取り戻し始めます。しかし、このスキャンダルは野球界全体に大きく影響を与えました。2023年3月29日、日本野球機構と12球団、そして日本プロ野球選手会がファンへあるお願いを発表しました。それは、誹謗中傷等を拡散しないこと、マナーを守った投稿をすること、といった SNS などに関しての要望でした。昨シーズンは SNS 等において、懸命にプレーする選手に対する誹謗中傷、侮辱や脅迫等の心ない行為が相次ぎました。と報告するとともに、マナー違反を発見した際はこれまで以上に断固とした対応を取ると忠告したのです。さらに4月14日巨人と阪神の試合後には、阪神タイガース公式サイトにおいて、選手を誹謗中傷するようなヤジや侮辱的な替え歌は絶対におやめいただきますようお願いいたしますとファンに対して応援に関する注意勧告をし、翌15日には中日ドラゴンズがチーム公式サイトに同様の注意喚起を呼びかけました。各球団がこのようにファンへお願いするのはまさに異例の事態です。そしてこの異例の事態に胸をなで下ろしているのが坂本選手だと言われています。事の発端は2022年9月、坂本選手の女性トラブルが報道され世間を騒がせたことに始まります。坂本選手には2020年頃から親密にしていた女性がおり、この女性との SNS 上でのやり取りが暴露され話題になりました。過激な性行為や避妊具なしでの性交渉をたびたび要求し、いざ妊娠を告げられると、おろすならおろすで早い方がええやろなどと中絶を促す発言や、女性を卑下するやり取りを何度もしていたという衝撃的な内容が報道されてしまったのです。そしてそのやり取りの中で女性にぶつけた、ケツ穴確定なという言葉がネット上で大流行。この言葉を印字したオリジナルグッズを制作した人も現れたほどでした。昔からヤジや替え歌はありましたが、ケツ穴は言葉としてかなり強烈です。こう語るのはあるスポーツ記者です。そしてこの言葉が2023年シーズンの坂本選手を絶不調に陥れていた要因の一つではないかと推測している記者もいました。実際前年の坂本選手は83試合に出場して打率こそ2割8分を記録するも、ホームランはわずかに5本、33打点とレギュラーとなった2008年以降では最低の成績に終わっています。14年続いていた規定打席到達も途絶えてしまい、 WBC への出場も自ら辞退。そして2023年シーズンもスタートダッシュに失敗してしまいました。オープン戦は36打数4安打で打率1割1分、2打点でホームランは0本に終わり、開幕後も20打席連続でノーヒットという最悪のスタートに。これにより女性トラブルをめぐる精神面の不安も指摘されました。球団はこの問題をスルーしましたが、さすがの坂本も意気消沈していたと聞いています。表面上淡々とプレーしていますが落ち着かないでしょうとスポーツ記者は語ります。加えて坂本の孤立が目立っていると続けます。長年チームの顔とも言うべき存在だった坂本選手は、彼を間近で見ていた若手選手から、自分も活躍して坂本さんのように女性からモテたいと憧れを抱かれる先輩でもありました。しかしスキャンダル発覚後、そのあまりの不審ぶりに彼との接し方を見失い、今では腫れ物に触れるような対応のようです。さらに声出し応援が解禁された球場では、打てなかったらケツ穴確定などと坂本選手の過去のスキャンダルを蒸し返す言葉で直接罵声を浴びせる観客の姿も。坂本の本来の力を発揮できれば復活できるはず、しかしその踏ん張りが効くようなメンタルが今あるのか不安ですと記者は語り、その嫌な予想は残念ながら当たってしまうことになるのでした。ファンからの罵声や誹謗中傷に悩むのは
坂本選手にとどまりません。開幕直後の4月3日には横浜 DeNA ベイスターズのエドウィン・エスコバー投手が自身のインスタグラムに送りつけられた誹謗中傷のメッセージを公開。その内容はエスコバー投手のみならず、彼の家族を標的にしたような脅しや人種差別の言葉が並んでいました。さらに阪神タイガースの青柳晃洋投手も21日の登板後、前年に続いて誹謗中傷の被害を受けていることを報告し、ファンだからといって何でも選手に言っていいわけではない、と発信しました。各球団の働きかけでファンのモラルが問われ、罵倒や誹謗中傷は今後減少していくものとみられています。実質的なケツ穴禁止令が発布された影響か、一時スタメンから外されていた坂本選手もよりプレーに集中できる環境が整いつつあり、ようやく復調の兆しを見せています。なお球団の注意喚起に対してファンからは肯定的な意見が多いようで、選手のみならず球界全体に好影響を与えるのではないかと期待されています。 WBC で日本が世界一になったことをきっかけに野球に興味を持った子どもたちもいるといいます。そんな子たちのためにも、そして選手自身が最高のパフォーマンスを発揮するためにも、野球界全体がクリーンになっていくことが求められているのかもしれません。いかがでしたか？ NPB は何より選手の力になる前向きなご声援をたくさん送っていただけることを心より願っていますと、選手とファンが良好な関係を築いていくことを切実に訴えています。選手へのヤジは確かに昔から行われてきたものですが、SNS の普及とともにヤジの内容が明確にダイレクトに選手に伝わってしまう時代となりました。ヤジを通して反骨心を持ち成長するという側面はあるかもしれませんが、誹謗中傷までをヤジとしプロ野球の文化として捉える時代は終わったのかもしれません。